東京都新島村、新島にやってきました。伊豆七島はほとんどが火山島なんですけども、この新島も火山島です。それから、人口は約2700人と言います。とてもいい、波が来る海岸があるということで、サーファーに人気なんだそうですね。サーフィンの大会も催されたことがあるそうです。あと漁業も盛んだということです。この日の少し北側に若郷という集落がありました。そこの生徒たちが8キロの山道を越えて新島の分校、大島高校の分校ですね、そこに通ったという、そういうことが書いてあります。私も実は6キロの山道を歩いて中学校に通った思い出があります。小学校は4キロでしたけれども、それとダブってですね、感慨深くこの日を読ませていただきました。ここが新島の最北端の若郷集落です。その漁港で網を繕っている方々がおられました。少しその高校に通ったですね、そういうお話も伺いました。新島空港を見学に来ました。そこで空港の喫茶店でですね、コーヒーをいただいたんですが、そしたらこのお店の女性の方が、ご自分の畑で作ったんだという、トウモロコシをくださいました。美味しかったです。ありがとうございました。島の最高地点の宮塚山というところに登ってみました。標高432メーターだそうです。ところが、上の方はガスがかかってですね、あまり見えなかったんですけれども、ちょっと降りたところから、新島の町、そして式根島もカメラに収めることができました。この島に温泉があると言って教えられてやってきました。湯の浜露天温泉と言います。綺麗な海岸を見ながら、水着を着ての入浴なんですけれども、たくさんの人を訪れてました。一緒にお風呂に入れていただきました。